こんばんは、平井弘明です方向性と飛距離、両方を求めてますかどちらかにしてますかこれはですね、なぜこの動画を撮ろうとしたかと言いますと飛距離と方向性を両方求めてる場合は2つの動きをやらなきゃいけないということなんですよ方向性を良くするための動きと飛距離を求めるための動きを両方やらなきゃいけないんで両方やってますどっちかを優先しちゃ 言ってるけども両方求めてる方が結構多くてそれだとミスが多いんですよ。どっちを求めたいかになっちゃうんですけどどっちですかね。両方求めると相当難しくなるんですよ。平井博明のワンダップゴルフ。例えば飛距離だけだったら難易度十段階だったら。 7ぐらい方向性だけだったら6ぐらいで両方求めるんだったら12ぐらいいっちゃうんですよ10段階なのにそれぐらい難しいことです用意するものとか言った方がいいのかなこれはまずは感覚筋力練習時間クラブが用意が必要クラブって言ってもそれなりに方向性を求めながら飛ぶクラブを求めなきゃいけないんだけど難しいってことは練習量が必要じゃないでまずその練習する時間 が必要なのとやっぱり自分の振る感覚が分かってないと早く振れてるのか遅く振れてるのかも分からないのための感覚あとはいい動きができてそれのご褒美をくださるのはクラブだからやっぱシャフトだったりヘッドだったりっていうのをやっぱそれなりにそのいいものを使わないといけないもちろんボールもそうなんだけどそうまあクラブだよね。 を大きくしないといと 1,000cc で1 0 0キロずっと走ってんのとやっぱ 3,0004,000cc で1 0 0キロ走ってるのじゃやっぱ負荷が違うじゃないやっぱ痛める部分が出てくるからやっぱそういうものも必要になっててくるっていうのでその辺はまあ持ち物として持ってた方がいい。飛距離っていうのは前も動画で言ったんだけどやっぱ飛ばせるスイング飛ばせないスイングってやっぱ出てくるから飛ばせないスイング要は振ったら曲がるスイングっていうふうになってくると。 飛ばせないスイングに入っちゃうんだよね飛ばせるスイングっていうのは振っても要は曲がらないスイングにもう単純になるんだけどそういうスイングを自分のものにしなきゃいけないから軌道を変えたりとかそれはもうレッスンに来ていただけたら結構はっきりと分かってくださる方が多いんだけど方向性っていうのはやっぱその感覚っていう部分がすごい 大事になってきてきその感覚が自分に分かりやすくこう伝わってくるクラブを使うっていうのもすごい大事、まあ、重さだったり硬さだったりそういうのもすごい大事であとは方向性のこう安定感を出すためにやっぱり優しいクラブ自分が優しいなって感じるクラブそう誰もが優しいとかじゃなくていいから自分が打ってて優しいなって思えるクラブがやっぱり安定感につながる。 だだからその辺もすごくく重要になっていくんだよね動きになっちゃうとその方によっていろいろね動きは変わってくるんで飛距離を出すためには飛距離を出すための動きをしなきゃいけないっていうことと方向性を出すためにはその方向性を出すための動きをしなきゃいけないその2つの動きを同時にスイング中に1つのスイングに入れないと両方得られないっていうのを はっきり分かった方が両方やるのか片方だけでいいのかっていう判断にもつながってくると思うんでそれはもうやる前にはっきりした方がいいねうん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 そうだね今自分が飛んでる飛距離以上っていう意味だよね5ヤードでもめっちゃくちゃ難しいから今例えば自分が200ヤード飛ぶとしたら205ヤードにするのってやっぱりすごい大変なことなのよ。で10ヤードなんて本当夢の世界よね 210になるっていうのはすごいことだからでも最近ほらレッスンしててさ、うん、飛距離伸ばしたいんですって人が結構来るって言ってたじゃん、うん、でも来たらさ、うん、200ヤードの人がそれこそ220ヤードになったりドライバーとかで、うん、とかって言ってたけど、うん、それはその打ち方で変えてあげられるわけでしょう、ね、打ち方で変えてあげられる220になってからさらにってことかその正しく打った飛距離、うん でちゃんとその人の適正な距離になったあと、うん、さらに飛距離を求めた場合ってことしていい、うん、今まで飛ぶようになった方ってもう結構いるんだよね。ワンナップゴルフをレッスン始めてからまだ1年経ってないよね。でも相当な方いるのね。うん、でも飛距離が伸びた方じゃあ例えば20人いるとします。うん 20人中飛距離を出させるために動いた人ってゼロなのなのに飛距離が伸びてるのねああそれは方向性を安定させただけだからえ <laughs> 飛距離を伸ばすのに <laughs> 飛距離を伸ばさせたんじゃなくて <laughs> 方向性を安定させたそうですそれだけで飛距離が伸びた人がまあ最大でドライバーで30ヤードぐらい伸びた人いるよね言ってる意味 分かんないよねだって伸ばすののに方向性を安定させたのそうそれだけで伸びました。うん、ってことはうんとね平井はね方向性が良くなったら飛距離が伸びるってもう120%自信満々に言える人それはクラブパスがよくなるからね曲がらないスイングになるだけだから曲がらないスイングになったら自信が持ててきて振れるようになってくるから。 振らなくても飛距離が出るっていう,もう単純な答え。で、飛距離を先に伸ばそうとするじゃない、うん、したら、どん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 飛距離を出そうとしただけ曲がるから。今のスイングを例えば変えないとしてね。どっちみちやることって最終的に安定させることなのよ。よく先に飛距離を伸ばさないと振らないスイング飛ばせないスイングになるって俺よく聞くのね。うん、それはその方の意見。俺は全く真逆。曲がらないようになってきて、 方向性が出せるようになってきて、自信が持ててきたら触れるようになってきたのね、平井は。だからそれでやってるんだけど、どっちでもいいけど、方向性が安定してきた方が、その時点からゴルフも上達するし、飛距離も伸ばせるようになってくるのね。確かに、うん、だからそっちの方が、結局、ゴール地点は早い。う,ね、うん。って、こう、平井は思うから。だからそれを その伸びた方はやっただけだからいや飛ばしはこうやってやりますよって俺一回も言ったことないのレッスンでうん適正なスピードに戻してスイングパスをそれによってちょっと変えただけなのねそうクラブの動き方はこうすれば曲がりませんよって言っただけなのそれで飛距離は伸びるからってことはさ皆さんがさ飛距離をさ出したいのって飛距離を出したいわけじゃないってことですね 自分の限界以上の飛距離が出したいんじゃなくて、うん、自分の限界の飛距離を飛ばすのに、うん、適正なスイングを教えてよって言ってるってことだよね。そうだね、そうだね。今、マックスまで自分の力を発揮できてないだけだよね。うん、そう飛距離的に、そ,うだからその先週、二百三十ヤード、二百二三十ヤードの方が二百六十いった方。うん、まさにそうだよね。散々、もう二百三十以上飛びませんよって言われて、うん、でワンナップゴルフ来てくださって、えっ,って言って、二百六十になって、そっからもう。 気持ちちよくなっちゃってブンブン振っゃてて振るわけようん <laughs> そういうことねそう何にも変えてないんだよクラブとか言っちゃえばスイングパスを変えさせたんじゃなくてスイングパスが勝手に変わるところにボールポジションを移動しただけなのだってそのボールポジション直されなかったんですかってところに置いてるわけよ <laughs> いや全然直されなかったってそれがまず1個の疑問ね、うんうん、そこに置かせるる人いるんだと思った、うん 絶対当たらなと当たるところに置かなきゃそ,るそう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 で一番方向性が安定するところに置いたら叩けるから、うんうん、そこに置いただけ簡単に言えばねいやもっとこうしなきゃダメですよこう動いてくださいネットは言ってないから前も言ったけど必要ないから勝手にスイングパスが変わるようにしてるだけだから、えー、無意識でね全然上がっちゃったね だから今までちゃんと自分の力を発揮できてなかっただけですね。そう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 。だからマックスにしてあげただけよね。そうだよね。うん、そういう意味では、うん、マックスにはさせてあげられるってことね。そう。だからその265にするのは難しい。やっぱりそれなりにねトレーニングしなきゃいけないし。自分のマックスを知りたい方、うん、全然教えますって感じ。来てくだされば。<laughs> うん、本当にそれはカメラじゃわかんない。見ないとわかんないから。ってことは飛距離伸ばすの簡単なんだね。 そう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 マうマックスじゃなければ自分ののまで持っていくのはうん全然できる全然できるマックスに耐えられるかどうかね自分が自分のスピードに自分が耐えられるかどうか耐えらんないの耐えらんない人いるよどういうこと当たり負け触れちゃったのにびっくりしてグリーンってなってるから切らないんだ <laughs> 間違いないそうよせてるかかどうかそうそ今までの要は曲がるから落としてきたスピードに全てのパーツが揃ってるじゃない それでスピードだけ上がっちゃったらグリーンってなるから。芯外したらもうダメだから。スピードが勝ってるっていうか上がってるんだから、インパクトの衝撃が強くなるじゃん。その衝撃にびっくりしてガーンってなってるから。こうやって。それをちゃんと、まあ先週の方はそこもちゃんと言って、今からすごい衝撃がきますから、待っててくださいね。ちゃんと準備しててくださいねって言って、バチーンって言ったから。ちゃんとその方準備できたからね。でもマックスなんだよ。マックス以上じゃないの。 うん、だから絶対できるの<ー>今までに慣れすぎてただけなのねじゃあその人の本当のその力を発揮させてあげればそれぐらいは全然飛ぶと思うあのね本当によっぽど筋力がない方じゃない限り男性だったら240はいくと思うよ俺本当に極端に遅いとか極端にパワーがないとかじゃなければ全然いくし女性だったら160から200ぐらい は全然いくとと思思うけどなと思っちゃうけどねちゃんとしたその適正な押し方ができてればねそういう意味でね多分皆さんも距離伸ばしたいってそうだねそうだねそうかもしれない、ね、260で,で100%で、うん、それを280にしてよっていうことじゃないよねうん。いや意外とそうかもしれないよ <laughs> <laughs> マックスを知れるっていうのはいいよね ね、自分がどれぐらいかっていう、うん、そうするとスペックが全然変わっちゃうのよスピードが速くなるし、ね、パワーが出るじゃない、うん、でも効果不効果その方は70の X 使ってたの最初から、うん、純正の70 x だからある程度柔らかかったのよ <S,、うん、<S, S x ぐらい、うん、だからちょうどいいよね、うん、ちょうどよなったの,なったの今までの打ち方だったら上がらないしロースピンだしちょっと滑って曲がっちゃうでそれが嫌で左も出るし、うん そういう感じだったんだけどそれがもう結構いい感じにバッチンバッチン来るようになってすごいなんかもう目の色変わっっちゃって、うん、その自分の限界を知るっていうのとあとどうすればその自分の最大の飛距離今の最大の飛距離を打てるかっていうのを知るだけでもゴルフってね結構変わると思うから,からコースでも、ね、番手感も変わるしだから飛距離を。 伸ばすためにはこれやってくださいっていうレッスンは一回もしてない方向性の話です。そうですそれだけだからいかに自信を持って叩けるようになるかどうかやねだからおっかなびっくり打ってたり曲がらないように曲がらないようにってやっちゃうと逆に曲がったりもうそもそもミート率が下がったりするんでちゃんとクラブを触れてないと飛距離は出せませんっていうことよねそ、うん、したら勝手に飛距離って伸びてくるっていううん それがちょっとお伝えしたかったですね今回はですねまあ、飛距離と方向性どちらやってますかっていうことについて動画を撮ってきました気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました